こんにちは、アルマセフケカリさんです。私は美容師、パーソナルカラー診断士、骨格診断士の資格を持っています。メイク講習も若い時からいろいろ受けていて、講座はすべて終了している状態です。そんなアラフォー制服ゆかりさんが本日お伝えしたいことは、若見え、垢抜け、眉毛作り、眉毛の描き方をお伝えしたいと思います。若見えのベース作り、ツヤ肌の作り方は他の動画にしてありますので、概要欄のリンクをご覧ください。ローネック燃料、好感度が高いパーツといえば眉毛だと思うんですよ。一番大事なところって言っても過言ではないと思います。眉毛があるだけですっぴんでも大丈夫になりますし、マスクをしたらもう強いですよね。眉毛ですが、アートメイクしたいって毎日思うほど面倒だし、重要なパーツになってます。でもアートメイクだとトレンド抑えにくかったり不自然になったりすることがあるので、やっぱり毎日きちんと眉毛を描く時間は割きたいなと思っています。今回は簡単に要点にまとめました。眉毛の描き方わからないって方や、こういう風に描くと若く見えるんだっていう風に見ていただけたら嬉しいです。今は毛流れがしっかり見えて整った眉毛が大切です。それでは行ってみましょう。それではまずフェイスパウダーをつけて眉毛を描きやすくします。皮脂をしっかりと押さえて描きやすく、そして持ちが良くなります。2、続いてスクリューブラシで毛流れを整えていきます。アイブロウペンシルにもついてますよね。3、アイブロウパウダーで眉の形を決めます。濃い色と薄い色をちょっと混ぜながら薄くのせていきます。眉ブラシに沿って一直線になるように引いていきます。私は白宝堂のものがお気に入りで愛用しているんですが、他におすすめなものは動画概要欄に記載しておきます。眉の下から形を決めていきます。そしてその後、上から下に毛流れに沿ってパウダーをのせていくのがポイントです。眉山は1ミリ上に描くとリフトアップ効果があります。眉毛を形付けたパウダーのままフォーミングするように眉頭もふんわりのせていきます。毛を足すような感じでのせていきます。細いアイブロウペンシルで毛を描いていきます。こちらも上から下に毛流れに沿うように毛を一本一本足していくのがポイントです。最後に眉尻から眉マスカラで逆なでし、そのまま眉頭を整えてコーミングしていきます。自分の髪より明るい色にしていきましょう。おすすめはインテグレートのこちらが軽いつけ心地で気に入ってます。アイブロウパウダーの一番濃い色で微調整していきます。下のラインをびっちり決めるとすっきりとした眉になります。上も下も濃い色のアイブロウパウダーでのせていくと立体感のある眉が作れます。自然の眉にしたい場合はこちらの工程はいらないんですが、ちょっと今日は立体感のある眉にしたいなっていう時は顔がすっきり見えるのでおすすめです。お疲れ様でした。日々の眉毛作りの参考にしてみてください。おさらいをします。1、フェイスパウダーをつけて描きやすくする。ティッシュで余分な皮脂を拭き取ってフェイスパウダーをかけると落ちにくい眉毛になります。2、スクリューブラシで毛流れを整える。3、アイブロウパウダーで眉の形をあらかじめ決める。4、
細いアイブロウペンシルで一本一本毛を足すように描いていく。眉山は1ミリ上くらいを目指すと自然な形になります。5. 眉尻から眉マスカラを逆なでするようにつけて、そのまま眉頭から整えてコーミングしていく。自分の髪より少し明るい色にしましょう。で、最後におすすめ商品のご紹介です。夏がやってまいりました。皮脂や汗で眉が崩れやすくなってくるんですが、アイブロウコートを仕上げに使うと持ちが良くなります。キャンメイクラスティングマルチブロウコート、こちらおすすめです。お直し用にポーチに入れるのは一体型がおすすめです。こちらはビセのアイブロウパウダー&ペンシルになってます。アイブロウパウダーはプチプラで十分だと思います。おすすめの商品は下の概要欄に貼ってありますので、よろしければご覧ください。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。